泉区の70代の女性が警察官や検事を装った男らから携帯電話が悪用されているなどと嘘の電話を受け現金およそ2300万円をだまし取られました警察によりますと去年9月泉区の70代の女性に警察官を装った男からあなたの携帯電話が悪用されている ああななたたも容疑者の1人ととしして捜査するなどと電話がありましたその数日後、検事を装った別の男から、あなたの口座には犯罪に関連するお金が入金されている可能性があり、凍結しなければならない、お金が引き出せなくなる前に、警察で管理している口座に一旦移した方がいいなどと SN、SNS で指示がありました。 女性は指示に従い、インターネット銀行の口座を開設し、指定された3つの銀行口座に4回にわたって現金およそ2300万円を振り込んだということです。女性が返金を求めても、まだ捜査が終わっていないと言われ返金されず、徐々に連絡が取れなくなったため、警察に連絡し、被害に気づいたということです。警察は、 特殊詐欺事件として捜査するとともに警察や検察が SNS で捜査関係者とやり取りすることはないとして注意を呼びかけています。